こんにちは、推し活チャンネルです。今回は狼と香辛料第4話を語るという内容になります。いくらかネタバレを含む内容になっているのでご了承ください。では本題に入ります。推しカプ酒場でゼーレンと話していると、こちらを気にする素振りを見せる男が、よく見ればミローネ商会に行った際に果物の香りがすると騙して怪我を負った人だった。酒場を出ると先ほどの男とも合流。ゼーレンがどんな男かを見てもらい、ロレンスが紹介に持ちかけた話の裏を取るため、紹介の人間に彼を探ってもらう。複数の商人相手に銀貨の価値が上がると吹き込み買い集めさせる。しかし実際はその銀貨の価値が下がってしまう。そこで慌てて手放そうとする商人たちから銀貨を一斉に買い取り、そこから儲けを出すというからくりらしい。この件で紹介の上の人間にも話をしてくれるとのこと。何事も経験ですからな、天の毛皮の香りのように。笑って言ってくれてるあたり、怒ってはなさそう。あんたは一人前だよ。騙してごめんね。宿に戻ると、伝えることがあった気がするけど頭から出てこない。結構重要なことだった気がするが、不穏なことを言う彼女に、本当に重要なことならまた思い出すだろう。楽観的な返事をすると、それもそうじゃなってまた寝てしまった。嫌なフラグ立ってますけど大丈夫ですか。翌日、ミローネ商会の支店長、マールハイトに会い、取引を受けてもらえることに。ゼーレンの後ろにはメディオ商会がついているが、さらにその背後には貴族がついていると推測。その貴族が誰なのかは特定できてないが、先手を打てばどうにでもなる。強キャラ感かもし出すマールハイト。そんな彼に気遅れすることなく、分け前の話を始めるのだった。話は終わり、ご機嫌なロレンス。今回の件がうまくいけば、ロレンスの取り分は銀貨2000枚。それだけあれば店を構えることができるほど、ウッキウキな彼とは対照的に、二日酔いで気分が優れないほど、腕を差し出して捕まってもらい、なんとか宿に戻る二人。夜になり、理想の店の絵を描いていると、よく寝て回復したホロが起きてきた。自分の店を持つことは行商人の夢だが、ミローネ商会との取引がうまくいけば、夢は現実になる。そんなに店を持ちたいのかと聞かれれば、行商人には町から町へ移動し続けるため、友人もろくにできない。店を構えればその町の一員になれる。気心知れた友人もできるし、嫁探しも楽になる。ヤレイにも教えてあげないと。嬉しそうに語るロレンスだったが、そうなるとちょっと困るほど。理由を聞けば、店を持てばそこから出なくなる。一人で旅を続けるか、新たに連れを見つけなければならない。一人は空いた。そうつぶやく彼女に思わず振り返る。珍しく寂しげな姿を見て、金が入ってきてもすぐに店を持てるわけでもないし、北に帰るまでくらいなら付き合ってもいい。それを聞いてほっとしたように笑うが、まだ寂しそうな雰囲気を漂わせる。らしくない彼女の横に座り、そっと抱き寄せる。いつも同じ夢を見る。目を覚ますと誰もいない。ユエもインティもタロやミューリ、旅に出てもまた会えると思ったが誰もいなかった。一人は寂しい。感情を吐露する彼女を抱きしめて頭を撫でていると、やがて落ち着いてきた。ろうそくの火を消し、寝ようとベッドに腰掛けると、なぜか先に入っていたホロが手を引いてきた。どういうつもりなのか慌てていると、野暮なこと言うもんじゃありんせん。異様に生めかしいホロ。ベッドの上に男女が二人。何も起きないはずがなく、思わずホロを抱きしめると、苦しいと抗議されたので力を緩めるが、顔を近づけると口を手で塞がれ、目は慣れたかと聞かれる。ようやく結構重要なことを思い出したらしく、大きな儲け話にちょっかいかければ敵も当然警戒する。思い出すのが少し遅くなり、扉の外には招かれざる客が3人いるという。急いで支度をし、窓から逃亡することに。推しカプ逃亡中に、全部終わったら買い物に行こう、急に言い出したロレンス。櫛とか帽子とか買ってやると言われ、尻尾用の櫛が欲しいと返す。櫛を買う約束をする2人。フラグやめてくれ。このままでは2人とも捕まってしまう。ホロが追っ手を引きつけて、その隙にロレンスが紹介に行く作戦を提案される。ホロの危険が大きすぎるので反対するも、必ず迎えに来てくれると信じている。そう言って飛び出していった。ロレンスも覚悟を決めてミローネ商会へ向かい、なんとか入ることに成功。再びマールハイトに会うと、若い娘が無理やり連れて行かれていった目撃情報を聞く。おそらくホロだというと、何のために捕まえたのかと疑問を抱くマールハイト。メディオ商会が邪魔されるのを防ぐためだ。ロレンスは主張するが、それはおかしいと言われる。
一体どこがおかしいのか冷静さを欠きながらも聞けば、ミローネ商会はすでに必要な情報を手に入れ、取引は始まっているのに今さらホロを捕まえてどうするのか。ブレンスたちに恨まれようと商会の利益を取って彼らを見捨てることくらい想像できるだろうに。マールハイトの言葉を聞いて愕然とするロレンスだが、彼女との旅を思い出し何とかしようと部屋を立ち去ろうとすればマールハイトに呼び止められる。連れがよほど大事だと見えるが、それで思考を鈍らせては本末転倒。彼の方を振り返り話を戻す。ロレンスたちを見捨てる可能性があるのはメディオ商会も分かっているはず。じゃあなぜ捕まえようとしてくるのか。それはロレンスたちがミローネ商会との交渉の材料になると考えているから。何か心当たりがないか聞かれて考えてみると、一つだけ思い当たることがあった。まさかと思っているとメディオ商会からの文が届けられる。アテナは狼と狼の住む森へ。封を開けると中からホロのものと思われる茶色の毛が落ち、狼は預かった教会の扉は常に開かれている。家に狼が入らないように家人と共に扉を閉じておけ。手紙を読んで確信すると、ホロは豊作を司る狼の化身マールハイトに真実を伝えるのだった。捕らえられたホロ、そこにやってきた者の正体とは。というところで第4話は終了。話が大きく動いた回でしたね。シリアスな展開にドキドキしながらもイチャイチャしてた2人は果たしてどうなるのか。推しカップ、ということで狼と香辛料第4話を語るという内容をお送りしました。最後の人物はホロが知っている人のようでしたが、一体誰なんでしょうかね。コメントはいただければほぼほぼ返しますので、皆様の熱い作品愛などを聞かせてください。チャンネル登録、高評価、コメントも何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。